はい、こんにちは。今日から始める Windows 10です。今回は来年の2021年の年賀状ソフト、筆豆31について、Source Next のネット上からダウンロードのやり方が変更になっています。以前と仕様が変わっているので、実際のダウンロードとインストールのやり方を解説して、さらに初心者向けに、 ビルドのアップデートについても解説しておきます。また、最後の方で、よく質問を受けるんですけど、パソコンを起動するたびに、アップデートのお知らせとか、いろんな案内の表示がされて困ると、非常に邪魔になるので消したいと、その方法も解説します。はい、ではですね、早速説明していくんですけど、その前に初心者向きに、 この筆豆バージョン31になって重要なポイントがあるので解説しておきます。でこちらはソースネクストの公式ページです。この画面上の筆豆31の画面上のここにサポート動作環境ってあります。これをクリックすると。で、ずっと下まで下げて。はい、ここですね。対応 OS が Windows 8.1と Windows 10のみになってます。 このバージョン31においては Windows 7が動作環境から対象外になってます。で、ここは注意が必要です。で、それに対して、企業向けの Windows 7、法人向けの Windows 7のパソコンについては、ここに書いてあるように ESU の契約をしている方は Windows 7でも使えますって書いてます。これはあくまでも法人向けのパソコンです。で、ESU っていうのは、 簡単に一言で言えば、法人向けの Windows 7パソコンにおいて、Microsoft と有料の更新契約をしておけば、2023年までは Microsoft がアップデートやサポートの提供をするので、その Windows 7も正常に使えるっていうことになります。これが ESU っていうプログラムになります。個人向けの Windows 7については、 ここの表記を見る限り削除されています。はい、この部分がですね、去年と大きく変わっていると。はい、では作業を進めていきます。こちらはソースネクストの公式ページ。一番上にあるマイページ、こちらをクリックします。ならこういった画面が表示されるので、メールのアドレスとパスワードを入れてログインをクリックします。 そうするとですね、今まで購入したソフトが表示されるかと思います。で、この画面においては、私の個人情報が全部表示されているので、一部分モザイクをかけておきます。そうするとですね、今まで自分が購入した製品が表示されます。で、このあたりまでは一緒です。で、今回であれば、この筆豆31、こちらをクリックすると。 で、左側にダウンロードとインストールってあるんですけど、これをクリックすると。そうするとですね、まずこの画面が出て、ここまでは今までと一緒なんですけど、この使用許諾に同意してダウンロード。こちらをクリックすると。はい、すると今までと違って、ここにソースネクストアップデートランチャーを開くってあります。で今回から、 この上にある Source Next Update Launcher ツールを開く。こちらをクリックするとすぐにインストールが始まります。つまりダウンロードして回答する必要がないって形になりますで。実際にクリックします。はい、このようにこの画面からすぐにインストールできる画面が表示されて作業を進めていくことができるっていうふうになってます。 今すぐを開始します。こちら一回閉じておきます。今までと違って自分でダウンロードしたものを回答する必要がないってことです。自動で回答してくれて、そのまますぐに作業を進められるっていう画面になってます。このあたりが今までと少し変わっている部分になります。はい、このあたりですね、パソコンの性能によっては、 時間がかかる場合があるのでこの動画ではカット編集して終わりの方に進めておきますでこのように「筆豆31のインストールが完了しました」って出てます完了をクリックしますはい今ですね正常にインストールが完了したとでデスクトップ上にこのホルダーと2つのアイコンがあります でこのバージョン31からはこの2つのアイコンがあるんですけどこちら右側の方は通常の筆まめ起動のアイコンになりますそしてこちら初めてモード初心者さんで初めて筆まめを起動する場合にこちらをクリックすると操作のしやすい簡易的な画面になっていて 初心さんでも扱いやすいっていうふうになってますで今正常に完了したんでこちらの通常の筆まめ起動このアイコンをクリックしますはいそうするとこのような画面が表示されますで大きくしますこれは何かっていうと筆まめバージョン31なんですけど その後ろにある03っていう数字。この部分が新しくなっていると。今回は03っていう数字になります。で、03にするためにはこのアップデートをするっていうボタンをクリックすると31の03っていう番号になります。03で修正されているのが2021年用の年賀はがきに対応になったと。 郵便番号辞書の更新と、さらに不具合の修正と3つの項目があります。この03にすることによって、不具合なども修正されるということになります。では、アップデートをクリックします。そうすると、この画面表示されるんで、そのまま更新をクリックと。 はい、なら完了したんで、完了ボタンをクリックと。これで正常にアップデートできたと。では、正常にできたか確認するためにどうするかというと、こちらの通常の筆まめバージョンを起動します。でこのように起動したら、一回この画面バスボタンで閉じます。でバージョンを確認するためには、この一番上のヘルプをクリックして、 バージョン情報こちらをクリックすると。ならこの画面が出ます。で確認するとここ31-03になっているのが確認できるかと思います。これであればアップデートは正常っていうことになります。で確認できたんで閉じておきます。でそれに対してこちらの始めてモードこちらをクリックします。 で、こちらの画面なんですけど、ヘルプっていうところをクリックしても、操作に関するヘルプが出て、バージョンを確認したい場合は、通常モードのアイコンをクリックして確認すると。この画面閉じておきます。で、最後にもう一つよく質問を受けるので、回答してみたいと思います。この筆豆をインストールした場合、バージョンアップしてくれとか、いろんな案内の 画面が表示されて困るると、と、邪魔になるとそういった場合のの対処の方法。この画面上に見てもらうと右下に今ここにですねアイコンがあります青いアイコンこれを開くとですねこういった画面が表示されてこれソースネクストアップデートって書いてありますはいこの機能が有効になっているとパソコンを起動するたびに毎回 バージョンアップしてくださいとか、アップデートがありますとか、もしくはいろんな案内、新製品の案内とか、そういったものが表示されます。ですので、この機能を無効にする方法を解説します。一番下のタスク画面のところで右クリックして、ここにタスクマネージャーってあります。これをクリックすると。で、この画面が表示されたら、一番上のスタートアップ、こちらをクリックすると。 で、この画面が表示されて、大きくします。ここですね。ソースネクストアップデートランチャー。これ今も私の場合、無効になってるんですけど、初めて、初めてソフトをインストールした場合、これがですね、有効になってるかと思います。有効になってるんで、いろんなお知らせとか案内が毎回表示されると。それが邪魔になると。ですので、これを無効にします。 この右端の有効無効で切り替えれば無効になるかと思います。ただ、1年を通じて年賀状ソフトの場合、必要なお知らせもある場合があるので、時期によっては有効にするのも一つの手だと思います。で通常は年賀状を使わないときは無効にしておくと良いかと思います。はい今回の腕豆バージョン31の解説は以上になります。 またチャンネル登録よろしくお願いいたします。